もないっちゅうのは1月2月が一番寒いのかな。今日のご飯なんですけども、これ大きな巨大カブの肉詰め、卵焼きに漬物を食べます。それではいただきます。中身の肉漬けを、カブを切ってみます。ちょっと食べにくいかな。こんな感じで肉がバンバン詰まってます。これはカブも食べれますんで、器であり食べ物であると。カブもうまい。カブはね、めったに食べないんですよ。だから今日食べると久しぶり、なんかうまいもんですね。この中に詰まっている肉はひき肉なんですけど、ちょうどね、淡白な感じで淡い感じで合いますね、カブと。あ、忘れてた。忘れてた、なくなった。わーはーぶわーこの間ね、ヒートテックのアンダーウェア買いました。本当に暖かいのかなと思ってるんですけど、まだ着てないんですよ。本格的にね、寒くなったら着ようと思ってるんですけども。you
割とあっさりしてるからね、ワクワクしちゃうね。ごめん、汚い。ごめんね。これね、もうね、20年ぐらい使ってるんですよね。途中具合悪くなるんですよね。まあ、まだ現役でいつもやってますけど。昨日久しぶりにね、ジム行ったんですよ。筋トレしてきたんですけども。もうほんと、2ヶ月ぶりぐらいかな、行ったんですけども、もうそんなのでね、扱える重量がもう落ちちゃって、前は持ち上がってて、ウェイトが今ではちょっときついなというような感じですね。ほんで、今日はね、筋肉痛がすごいんですよ。お腹が空いてね、食べてばっかりなんですよ、もう。以前にね、筋トレやった次の日に病院で採血したことあるんですけどね、なんかの数値が非常に跳ね上がってまして、何の数値かわかりませんですけど、医者がびっくりしてね、なんだこれはとか言うんです。なんか、したとか、運動したって言われて、あ、ちょっとジム行きましたって言ったら、あ、それはその大丈夫だって言うんです。何がそんな数値になって出てくるんでしょうね。筋肉が潰れて、なんか、出るのかな。してるな、これは優しい味ですね。悪い方、悪い方で考えてしまうんですよね。これがこうなったら、ああなるし、ああなればそうなるし、みたいな感じで、もう悪いようにしか取れないんですよね。人それぞれと言ってしまえば、それまでなんですけども。あんまり深く考えない方がいいのかな。バカだなって言われるぐらいに考えない方がいいのかね。最悪の場合、方法もあるんで、
その点はね、逃げ道っていうのはあるからいいのかなとは思うんですけどね。実は自主で始めた人なんだと思うんですよ。そんなんどうでもいいじゃんみたいな、おさらけた人がそんなことで悩むこともないだろうし、どっちがいいのかな。大事な場面で必ず何かやっちゃうんですよ。ここは気をつけよう、このことは絶対しないようにしようと。思ってる場合に必ずやらかしちゃうんですよね。何があったんだ本当に。例えば引っ越し屋のバイトをしてた時に、お客さんの目の前でお客さんの荷物を落としちゃうとかね、怒られたりしなかったですけど、被害もなかったし、うん、絶対この人は気をつけようと思っててもやらかしちゃうんですよね。この年になって多少ずうずうしくなってきたかもしれないんですけど、もっと若い頃はもっと繊細でしたね。常に何かに気になる気になるし、ちょっと変わったなぁ。まあそんな感じでちょっと今悩みがあるんですけどもね、まあ、どうなるかは手に飲めず知るですからね。あ、そうそう、今月のね、今週に血液検査するんですね。そんでそれに備えてずっと検出してたんですけども、結果によっては解禁になるかもしれませんので、今はそれを楽しみにします。このままやめちゃえばいいんですけどね、やっぱないと寂しいしね。
また。カブの料理、骨を食べるの初めてじゃないかな。寒くなりますのでね、インフルエンザとかノロウイルスとか発生しやすい時期なので、皆さんお体を大切にしてください。それでは今日もごちそうさまでした。